シアターというのはですね、一人用の映画館になるんですけれども、いわゆるスマホを使って、自分でこう一人の空間で映画とか映像っていうのを見れるような、いわゆる段ボール製のこう、おもちゃといいますか、そういったものになります。狭い空間ですし、海外と比べるとなんですけど、やっぱこう自分だけの空間っていうのがこう欲しいのもあります、あってですね、私とかもこう結婚してるんですけど、奥さん気使いながらテレビ見るというよりかは、こう自分だけの空間で映画をこう楽しむ、映像を楽しむっていうことができるっていうのは非常にこう日本の文化にも合うんじゃないかなっていうふうには思っています。クラウドファンディングで出させていただいていて、もうサクセスしてですね、全部で今300数十件予約としていただいておりますので、やはり暗い空間で映像を見るっていうのは非常にやっぱりエンタメ性が強い楽しい体験なので、これを純粋に使って映画だったりとか映像音楽っていうのを楽しんでいただきたいなというふうに思っています。はい、お願いします。完成しました。ぜひ、ソロシアターを体験してみてください。想像以上に面白いのでぜひお願いします。